というわけで、祝成人。おめで晴れ着で大丈夫でした。苦しくなかったですか。今日成人式お。おめでとうございます。おめでとうございます。<laughs> <laughs> ようこそおいでくださいました。あのこのぐらいの規模で皆さんとも顔が隅々まで見えるような状態で映画を見ていただいた後にこういう貴重な皆さんとなんか今日は少しダイレクトに会話ができるそうでなんかそんな機会に皆さんようこそおいでくださいました。短い時間ですがよろしくお願いいたします。はい、その子を演じました王優です、えー。今日は。 お忙しい中ありがとうございます、えー、短い時間ではありますがよろしくお願いします私は結婚したいけど人と人生を共にするのが少し怖いですお二人は今回のロマンスドールに出演して結婚に対して意識は変わりましたかこの作品で結婚への恐怖が少し和らぐといいなと思っています、うん かっこ閉じということでですね。どうですか。私は結婚したいけど、人と人生を共にするのが少し怖いです。どうなんですか。いや、まず僕理恵子さんにお聞きしたいのは、何があったんですかっていうことをまず。お聞きしたいと、その結婚への恐怖。っていうものが何かないと。そこまで恐怖には。ならない。 じゃないかなと僕は。僕結婚への恐怖ですか。うん、結婚できるかなって恐怖はありますよ。<laughs> むしろ逆になんかのこのぐらいの年になってくると。どうでしょう。誰だってしたいですよね。いやいやいや、<ら>僕みたいなもんは。僕みたいなもんはもう。とそれも孤独ですよ。本当に、あ全然笑ってくんねえや。え <laughs> <laughs> 切実だったのかな、今の言い方が、えー。いや、どうですか。結婚への恐怖が。 あ「ロマンスドール」出演して結婚に対して意識が変わったかっていうことなんですけどうん,うん僕でもそんなに結婚に対してなんかすごくこうイメージしてるものが少ないんですよねもう私もそうでしただから何だかそんなに結婚したらきっとしたい、うん と思った時にまあいろいろなタイミングがきっとあるでしょうけどなんかそういうものが重なって結婚したら、うん、自然と行くだろうし僕はでも何より青井さんと1月の今年のあ去年の1月になりますね去年の1月に青井、ねえっと、さんとその新婚生活の撮影をしているのはちょっと僕楽しかったですね。<あ>はい、本当ですか,なんか 新しい段ボールとか荷物とか<ー>持って帰ってきて「よろしくお願いします」なんて言ってるのをちょっとやっぱ俳優冥利に尽きんななんて思ってましたね。うん、じまあでもしたいですけどこれ入っていなかったら始まらないですからね。どうすることも <laughs> なないでですよね、まあ、その時なんでしょうけど、ね、なんかちょっと話を伺っているとほぼ家から出ないじゃないですかそそうですそうでですすずっと、うん、家自転車自転車自転車をこいでますなんか家の中で自転車こいでって <laughs> でそれを例えばじゃあ想像できます逆にそれを見守ってる奥さんっていう存在って <laughs> 僕多分想像つかないんですよねだから多分ないんじゃないかと思ったんですよだから私はそれを捨てた方がいいと思ってんです <laughs> 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 その脚力で外に出るべきだと私はそういや僕ね,でもね山とかもほら登っちゃうし <laughs> そう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 足使いたい足使いたい病なんですよねね足癖悪いですから <laughs> <laughs> すごいですもんね筋肉そうなんですよね太もものね撮影中もなんかしてましたもんねん筋肉のトレーニングどんなのがいいかみたいな話してましたもんねああそうそう、うん、一うさんに教わって女性スタッフと私と。 で毎朝なんか二分二分間ぐらいでできるトレーニングみたいなそ,うそ,うそ,うそれをおお教えしてですねやってらっしゃいました伝えてましたね、はい、その筋トレの先生みたいになってましたよ話ちょっとねあれですけど<の>恐怖はななかったですか青木<え>さんは何ですか結婚に対する恐怖がなんか変わりました撮影であ私もしないもんだと思ってたので<ー>自分はなので 考えてもなかったんですけどなんかうっかりうっかり,うっかりってことはないんでうっかりじゃないなんていうんですか,なんかひょっと,ょっとひょっとょっとなんですか、ええうん、なんかでももし結婚,結婚に対してなんか結婚っていうよりも家族になるっていう感覚だったかな,、うん、なんかこう誰かと添い遂げるとかっていう。 なんかそれこそ私も結婚に対してなんとなくイメージしてたこう男性と女性が出会ってこう添い遂げるっていうことっていうよりも,なんかもう添い遂げるのが当たり前になるというか待っていても新婚なので私が今何を言ってもそんなに説得力がないのは分かりますけどでも確かになんかこう深くあんまり考えすぎちゃうとね、うん、頭でっかちの状態で入るよりはいいかなと思いますけどね二人でいろいろね。なんか線変更って感じ 青すごくいい言葉大きく道が変わるとかでもない感じでした、はい、ええー、車線変更したい応援してます、えー、でも自転車捨てないといけないでしょ <laughs> きっと考えなくちゃなそれ自転車を取るか結婚を取るかみたいな世界になってしちゃった <laughs>、えー、でもりゅうこさん何か<あ>なんかあれですねこれで映画見て和らぐといいですね 恐怖じゃないんじゃないかなって結婚したい、うん、僕は言うのもなんですけどねえと思いますけど失敗しても死ぬわけじゃないのでね死ぬわけじゃないです <laughs> 最近嘘でしょと思った出来事はありますか嘘でしょ嘘でしょ,でしょまあ今この髪の少なさう <laughs> ん嘘でしょそうそうこれはやっぱり嘘でしょ <laughs> と思いましたなんかもうちょいこうワシャワシャしてるかなって思ってたんですけど。<laughs> なんかフラットなまんまんで、ね、そこがこの辺に僕手入るんで「<laughs> ガッ」っていうのは嘘でしょっていう感じですよね,ねえあ,<れ>ありました<今>最近嘘でしょってあれは公にしてるんですか,どれですか一人暮らしじゃないことはん何をあそう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 それは一品いい一人暮らしじゃないんですよ <laughs> ええー、いわゆるあれですけど <laughs> ええー、お恥ずかしいそれはもう内緒にしておきますよ <laughs> ということですよ いい匂いするんですよ日給がと <laughs> いうことにしておきますえ絶対便あ、それ系で、うん、んそう、嘘でしょうーんとおトイレがねすごくできるようになったんですよあすごい、うん、で掛け声である号令を言うとなんて言うんですかワンツーって言うとワンツーって言うと<え> シャーってするんですけどへ<ー>その100発中だったんですよ、うん、この、ね、年明け年末ぐらいずっと3週間ぐらい「できるよいい子だね」って言ってその都度やってたですよ39歳独身が「うわ」って言ってたんですよ。そしたらねこの間ついこの間ですよ朝起きて あのちょっとまだ子犬なんであの余ったりすぎちゃうと申し訳ないと思ってちょっと,と子犬っって言うちゃうの離れてるんですよ <laughs> で離れて寝るのねまだ一緒に寝ないようにしててでこうケージからこう結構広いケージがあるのでそのケージこう出してあげてわーって寄ってくるんですよでそれに対して「ななななななとかやってたらあのいつもそのままトイレ行くんですよ。そしたらねあのキッッチンマットを キッチンマットにシャーって僕の顔を見ながらしたんですよ <laughs> その時は言いました嘘でしょって <laughs> <laughs> 何してんのって <laughs> やりましたねねなんか買い始めた時にちょうど、まあ、これのプロモーションとかで、うん、とかまあ他いろいろあって、うん、こうお会いする機会が多かったんですけど、うん、ずーっとのろけてましたもんねえのろけてましたね、うん、かわいいかわいい,いかわいいんですよ足がねフライドチキンみたいなんですよ <laughs> いつかさばいて食べてやろうと思って。<laughs> やめてください。えーえー、はい。じゃあ次どうぞ。ええ嘘でしょなかったんですか。最近嘘でしょ嘘でしょ。うん。まあだからその、うん、本当に意外でしたその一成さんが、はい、その犬にメロメロになっているということ。うん。僕もなんだかなぜ勝ったんだろうって思いますよ。 買ったからにはすごい楽しいですけど、うん、なぜ買ってしまったんだろうなってやっぱりあんまりお家に入れる時間も少ないですしなかなか大変だなと思うんですけどでも外に出るきっかけになるからいいですね散歩とかでねそうですね連れてってもらえるかもしれないですもんね,ねうん連れてってもらおう散歩してもらおう <laughs> 逆にね <laughs> はいじゃあ次の質問ね お二人は嘘をついている時によくやる癖のような他の人から指摘される仕草は鼻の穴が広がるエトセトラ鼻の穴が広がるってある <laughs> ありますかピクってなるってことですよね、うん、ああそういうことかあります私笑いますねあ、僕もでもそうです笑います嘘いててもうダメですね、うん、笑っちゃいますね僕なんかあの 食わず嫌いって出たことあります？いやないんですよ。僕はあれやってみたいんですよね。もうダメそのこうまあ相手の対戦相手の方以外は全員、うん、多分知ってるんですよ。はい。青いうあれが苦手だっああはい。その中で好きだって言わなきゃいけないっていうもうプレッシャーで、もう,うおかしくなっちゃって、なんかこう嘘つくって思うと、うん、もう。 笑っちゃうにやけちゃうそうで涙が出てきちゃうおかしくて絶対嘘をつけないですねサプライズとかも全然できないあります嘘僕でもだから指摘されるのは今やってるこれですよ耳を触るってえ昔からですか昔から友達からも言われますでも嘘上手そう 嘘上手なんですよなん嘘つきっぽいってことじゃなくて、うん、こうなんかこう隠さなきゃいけないこととかきちんと隠せそうああでもそうですね大体い嘘バレたことないですね苦手なスタッフさんとかあものすごい仲いいですよそういう人と怖いへえーうん、すんごい誰よりも楽しくやってるように見えますよきっとへえーうん、その方が楽しいですもんねお互い はい。うん <laughs>